細かすぎて伝わらないモノマネ選手権見てる。え、今そんなのやってんの？めっちゃ面白そう。こんばんは。今日はね、結構日用品を買いに行ってました。すぐ一日が終わった。だからね、エイトの特別ルーム見てるよ。え、そうやってるの今。かぶってしまった配信が。そうなんだ。日用品ですか。日用品はなんかベッドのシーツとか、そう、ベッドのシーツが、あ、でも2種類、1種類しかないと思ってたから。で、すごい日用品買ってたわ。なんか一人用の鍋がなくて、家にずっと鍋欲しいと思ってたから、やっと買いました。うん、そう、今日はそういう日でしたね。細かい情報でした。はい、なんかフランフランかニトリかでも結局ニトリで買いました。でもニトリって安いですよね。なんかめっちゃ思った。3点セット、枕カバー、シーツ、布団のシーツ、布団のカバー、なので大満足。うん、柄物好き。柄物好きですね。そうなの、シーツ変えるのめっちゃ大変なんですよ。そう、干すのも大変だし。だから今ベッドはすっぽんぽんです。鍋を買ったということで、得意な料理、ちょっと目がかゆい。
時期は伸び率が上がります。でも最近鍋は1プチッと1人前の鍋あるじゃないですか。そう、それを食べた、こないだ。具材でもね、すごい簡単な具材入れた。なんか揚げと、きのこと、白菜と、鶏肉？そうです。魚は入れなかったかもな。でもなんか、ナギの料理の仕方が、作り方が悪いのかわかんないんだけど、1プチッとじゃ足りなかった2つ入れただからナギ、2プチ？なんかね、1人前のお水の量だとね、なんか少なくてお水がなくなっちゃったんですよね。だから2人前でやりました。わかる、経験者が。そう、結構一人前少ない。鍋がでかすぎたのかなともちょっと思ったんだけど、いや、でも少なすぎましたね。めっちゃ美味しかったけど。野菜の水分も利用するんじゃね。砂にもちょっと思ったんですよ。なんか水が少ないけど大丈夫かなって、作る前にちょっと。でもなんか野菜の水分が出るから、まあいけるだろうと普通に作ったんだけど、なんかすごい干からびたみたいになっちゃって、完成したのが。だからね、あんまりうまくできなかったです。難しい。ミルフィーユ鍋美味しいよね。それやってみたいんですよ、私。白菜とお肉をミルフィーユする鍋。めっちゃ美味しそうだよね。なんか CM で見てやりたいってずっと思ってんだけどやらないで今に至る。でも簡単、絶対簡単だと思う。ミルフィーユにするのね、大変そう。ケーキで我慢。ケーキ食べるより絶対鍋を食べた方がいいと思うよ。あ、なるほどね、ミルフィーユにかけてるんかな。あ、ケーキ。あ、そういうことね。あ、なるほどなるほど。
この間ミルフィーユのコンビニだけどケーキ食べた ミルフィーユケーキのことです。はい、そうだね。ミルフィーユケーキ食べたよ、この間。チョコレート味。美味しかった。そう、セブンイレブンのやつ美味しいよね。なんかすごい今さ、めちゃくちゃご飯食べ終わった後でさ、すごいお腹がいっぱいでさ中が鳴るかもしれない、消化音。でももう8時、いや9時、9時だし今。そりゃあね、みんなも多分ご飯食べ終わってるよね。私の夜ご飯は今日はナンです。ナンカレー食べました。あ、スクショタイム、ぜひスクショしてください。うん、ナンは4枚食べました。なんかナン意外と量が多くてすごいお腹いっぱい でも今日朝と昼食べてなくて、めっちゃ歩いたからめっちゃお腹空いてて、うん、全然食べれた。すごい、めっちゃお腹いっぱい一気に食べてしまいました。カレーはね、バターチキンです。バターチキンカレー。バターチキンカレーってめっちゃ人気だよね。ナンにつけるカレーとして そう、美味しかった。本当にやばい、お腹いっぱいで苦しい やばいんだけど、もうふうって感じ。10日連続配信、今日で10日目？おお、もうちょっとで毎日配信終わりますね
と11日、あと11日後、やばやばいです。うん、誕生日イベントをさせていただくことになったんですけど、あ、スクショ、タイミング、うん、ね、来る方というか、ぜひ、あれは DMM で見れるんだよね。それで見れた。曲は決めました。でもなんかみんながどんな風に誕生日イベントやってるのか全然わかんなくて、あんまわからないんですけど、とりあえず曲決めた。そっか、まだメンバーとか出てないんですよね。はい。まあまあまあ。誰が出るのかはお楽しみということで。結構みんなのスケジュールと相談して決めたからね、誰が来るんでしょう、楽しみですね。そう、クリスマスのやつも販売されてますね。そう、生写真、メンバーのプロデュースの生写真も昨日だっけな、販売開始してるので、ぜひチェックよろしくお願いします。なんかクリスマスだからサンタっぽいウサギの帽子を、頭巾をかぶってます。今日からなので、待って、その生写真の時も三つ編みだった気がする。あ、三つ編みではないか。あ、でもこの服着てる気がする。やばいね。似た感じかもしれない。生写真はちょっと今の私みたいな感じ。あ、やばい、全然狙ってないのになんか同じになった。再現ですか。ね、偶然ってすごい、すごい偶然。でも今日撮ったわけではないですからね。今日ではないよ。なんだろう、なんかファン
の方の前に出回る写真とかの時ってこの服着てること多くてやばいね。別の服着てる時はファンの方の前に出てない時とかなんだけど気をつけよう。同じ服着てる、毎回同じ服だなーみたいに思われちゃう。なぎちゃん同じ服着回してるから覚えやすいと思う？そういう感じ？そういう覚え方もあるんですか？お腹のマッサージしよう。ちょっと満腹。お腹はね、のの字にね、こうやって押すといいらしいですよ。よ。本当にやばい、本当に苦しいんですよね今食べ過ぎて。そういえば8の特別配信ルームは何をしてるんですか？どんな配信なんですかね。なんかさっきさ、横山由依がパフェで優勝みたいな、クッキング、下尾由依、誰だ、すごい、パフェ作ったの、あかりん、すごいね。長谷もも、おお、先生もいたに下尾が判定なんだ、そうなんだ面白い、そうなんですね。ニンニクパフェ、何それ、いかにもやばいじゃん、怖い怖い。ほ、チエリオータグッバイマユユさんが熊タワー、かわいい、ありがとうございます。かわいい、靴下に入ってる。
ニンニクパフェ、ニンニクパフェが優勝したんですか？大丈夫ですか？え？なんで？なんで優勝したの？え？すごいね。斬新だからって意味なのかな。生クリームに合うんだって。そうなんだ。いや、ビビるよね、普通に入れ出したら。え、ニンニクとリンゴを一緒に食べたら中和されて食べやすいとか感想を話してたような。え、そうなんだ。ニンニクは普通に餃子とかに入っててすごい美味しいってイメージあるけど、そうなの。食通みたいだね。確かにいつも食べてますみたいな感じの。面白い。今日は10時くらいまでですね。1時間ぐらいまでやります。10時くらいになったら教えてください。でも20分ぐらいは経ってそう。33分。うん、35歳の少女を見ないと。ああ、今日か。てかなんか最終回やばい。今日は見なきゃ絶対。10時から、10時からか。ちょうどショールーム終わる時間帯じゃん。でもね、前回とか見逃してるんですよ私。結構見逃してるから、なんか最終回見てすごいいろんな発見ありそう。明日みかん狩り行ってくる。いいなぁ。みかん大好き。
でもセリカからちょっと聞いたんですよ 前回とか見逃しちゃってるんだけど今どんな感じって。そしたらだいぶ話がもう波乱な展開になってて、えーってなった なんかね、悲しくなったすごく。そうなのよ。ちょっとね、ネタバレしてもらって、今日は絶対見よう。どうなんだろうね、ハッピーエンドで終わってほしいけどさ、ね、今までの人生が壮絶すぎてさ、なんか、35歳の少女。ハッピーエンドになりますように 祈る。ディズニー見ればほぼハッピーエンドですよ 確かに 確かにディズニー映画でさ、バッドエンドってあんまりないよね。確か。来月1月9日に特別ルームがあるみたい。チームエイトのですか？何やるんでしょう。年か。お、特別ルームから来ました。ありがとう。そうだよね。あと20日？ 20 日で終わっちゃうの？今年？早っ。でも本当に今年はなんかね、今年はなんかこれみたいなものがなかったな。
ね、だから来年はたくさんライブとかできるといいですね。漢字一文字で今年を表すと、松、なんかすごいネガティブな感じになっちゃうね。松ってあの行人弁に寺のやつ、松。無はやばい？無か松かな私は。でも毎年あれ1月に年あれどっちだっけ、なんかさ今年の漢字いつもさ出るじゃないですかテレビとかで。あれって年の終わりにやってたよね、出るよね。12月12日、今日？え、今日？嘘。今日ですか？そう、お坊さんが書いてるよね。何になるんだろう。お坊さん何書くんだろう。今年は多分いろんな人がより気になるよね。確かに忍耐のタイムありそう。密、あ確かに密、密もありえる。気になるね。なんだろう。ネットでは変が多いらしい。あ、変わったから生活が。確かに。ギちゃん年賀状書くの？年賀状さみんな書いてます？なんか最近の人ってさ LINE で終わらせれるじゃん。まあでもね、会社とかそういうのは出してると思うけど、友達とかさなんかもう送り合わなくなったなって思う。ね、なんか年々書く枚数も減ってくし、なんか書かなくなってく。ね。そうだよね、みんな LINE でピコンで終わりだもんね。
本当に日付が変わった瞬間に、明けおめ4文字で終わる。明けおめことよろすぐ終わっちゃいますね。そっか、来年は牛か。牛年か。私はちなみに辰年ですね。でもなんか辰って感じしないですよね。辰年、うん、辰年感ないね。化け物は十二支に入れなかったの？うん、いないです。怠け者年ね、あったら私怠け者が良かったな怠け者年ですとか言ってみたい。牛だからまあこれにしとこ。49分、早っ。10分しかない。ランディが19時間生配信やる嘘!19時間?何時から始めるん？5時から24時まで。本当に？
すごいね。そうだよね、絶対途中寝ると思う。寝たら絶対バーンされるよね。大丈夫？大丈夫ですか？19時間は無理かも、なぎもねえ。いや確かに見る方も19時間かーってなるよね多分。なぎも長くやっても多分カラオケとかしてればね時間はあっという間だと思うんだけど、頑張って9時間そう、バッテリーは充電しながらそうね、こんな感じかも。もしもの話ね。その19時間配信はあれですか、何時から、あ、違う何日にやるんですか。明日すぐじゃん。明日の5時24分から。ちょっとじゃあ早起きして見てみようかな、ランリーの配信5時24分だっけ。どんな、でも絶対朝早い。ランリーってでも本当に眠そうな時すごい眠そうなんですよ。もうなんか眠そうっていうより寝てるよねっていう感じの時結構あるんですよ、レッスンとかでだからさ、早起きの状態がすごい気になるんだけど、もう起きてそのまんまみたいな感じで配信してそうでも私もなんかイベント、ショールームイベントの時に結構あのね、タイムスケジュールでめっちゃ5時とかにやる時とかあって、6時とかかなあったと思うんですけど、すんごい眠かったもん。眠かった記憶めっちゃあるから、すごいね、5時台ってやばい見に来てるファンの人もやばい、すごい。1年前か、あれすごい。
本日無事に二十歳の誕生日を迎えました。おめでとうございます。二十歳？なぎと一緒の年じゃないですか。おめでとう。最後は泣きながら配信、いやそれはやめてほしいね。何時に力尽きるか、寝ちゃわないか心配ですね。ご飯とかもそうだよね、作ってるところも映すのかな。そうね、もうなんか普通にショールームやるというか日常を見てくださいって感じだね。すごい。あ、58分ですか。早っ。じゃあ壇上読もうかな。なんかお腹が苦しくてさ全然喋れなかったんだけどごめん。壇上はですね、ちょっと今もお腹苦しい。13位はすすむアットマークなぎさハート、なぎなぎ中さん、ありがとうございます。12位は北海道のカッキーさん、ありがとうございます。11位は三浦つねおさん、ありがとうございます。10位は大粒ちゃん、ありがとうございます。9位はゆうたアットマーク茨城のなぎなぎ中さん、ありがとうございます。8位はポッティアットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。7位は元気くんアットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。6位はメロメロンさん、ありがとうございます。5位は本兵衛さん、ありがとうございます。4位は銀ちゃんアットマークなぎさ大好きななぎなぎ中、生誕祭まであと11日だね。そうですね、ありがとうございます。3位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。2位はティンプさん、ありがとうございます。1位はチエリオタグッバイマユユさん、ありがとうございます。はぁ、早い1時間が終わるの。ふぅ、今日はちゃんとお腹のマッサージ頑張ります。本当にね、今日なぎ全然喋らなかった、ふーみたいなことばっか言ってたわ。まあ明日もやるので、明日も多分夜かな。じゃあなぎも明日ランリーの配信ちょっと見てみようね。お、35歳始まりました。じゃあ皆さんも最終回見てください、見てくださいっていうかなぎも見るということで、7361人の皆さん、今日も本当にありがとうございました。確かに
宣伝、なんか自分出てないのになんか番宣みたいなこと言っちゃった。はい、ミンピアジェン、トバヨー、ネイルバヨー、あ、ネイルバヨー、あ、ごめん、めっちゃ難しい、ジューガンプルンニーちょっと待って、はい、難しい、ごめんなさい、ジューガンプルンニーちょっとね、発音、はい、またね、おやすみなさーい、グッナイやっぱ発音は慣れですね、本当に頑張りますバイバーイ。